岩石ヒーラー、それからプレイヤーストーリーを見に行きます。まずは去年からのチャンピオンエルボーを使って新兵器を持っている天才スイツンと強豪を手がけ戦い、自分で8回目の防衛なるか。そしてエルボーを連続で打てない状態、様には鉄の選手がいます。いやらない。さあ、おっと、わかりやすいですよね。 長い。 3本目。